サーフボードビルダー、スノーボードデザイナーのタッピーです。デウスパウダーツールス、アイスブレーカー166、ハフリンガー、ミュールってあって、同じ系譜なんでノーズがある程度大きなハンマーヘッド、テールにかけて、これはソフトダイヤモンドでピンじゃないんだけど、まあ、テーパー結構してる、テールが雪面に入り込みやすい、ターンしやすい、板が立ちやすい、ライドフィールは同じようなライドフィール、フレックスの感じも同じような感じで、ノーズある程度しっかりして、まあ、全体のしなやかさ、テールもしなやかさ、でトーションのしなやかさ、長いからある程度ちょっとテストして、最初ノーズがブレててバタバタしてて長いから、それをノーズのエリアだけちょっと硬くしてチューンして、だいぶ良くなってる。これも同じようなパウキャンバーで、短いキャンバー、前足からのノーズロック、テールもノーズロック、ハーフリンガーもミュールも同じなんだけど、ゲレンデでカービングするときは前にセッティングしてもらって、深ければ深いほど後ろにセットバックしてもらうと、この板の特徴がすごく出て楽しく乗れると思います。これに関してはもう本当上級者かな、でかい人は中級者でもいいんだろうけど、でっかい山ででっかいスプレー上げてでっかいターンして最高に気持ちよくなってほしい板ですね。